IU に入学した理由はそうです、ねと、まず IU を知ったきっかけがあの墨田区が発行される新聞をたまたまそのここの IU の最寄りの駅で見つけてでそれでなんかいつもはスルーするんですけどたまたま目について持って帰った時に一番下の方に IU って書いてあってでそれが IU じゃなくて「情報経営イノベーション専門職大学」って書いてあって。 なんだこの名前はみたいな <laughs> ところから最初入りましたでそれでこうホームページとかでいろいろと調べてみてで実際に、えっと、入試説明会とか来たりしてで自分が学びたいこととぴったりマッチしてたので入学しようと思いましたそうですね プロググラミングの授業ですで1年生の時に Java を習うんですけどその入学する前はパソコンすら触ってこなかったので事前に用意する開発環境って何とかそういうところから入ってでいろいろと学んでたんですけどその先生がその丁寧にすごくあのいろんなことを教えてくださったので入学前 一番あの自分の中になかった知識だったんですけど、今は一番好きなあのものがプログラミング学ぶことってなってます。はい、えっとそうですね。私はそのフェス実行委員会っていうのに入っていまして、でそこであの副委員長と企画統括っていうまあ部署のリーダーをやらせてもらってます。 でそこでは IU のえっと1年に1回行われるえっと学園フェスっていうものがありましてそこの企画運営をしている委員会なんですけども IU に既存する委員会の中では一番多い人数となっていましてそれに伴って活動とかも結構活発なんですけどもそんな中であの委員会を通してその普段 あの委員会参加しなかったら知りえなかったんだろうなっていう知り合いだったり友達だったりたくさんできました、ね。そうですね一度話したら友達っていうもう枠組みなのでなんか忘れないです一度話したらクラス制があってできた友達っていうのが多いです。普通の大学はクラス制とかなんもなくてえっと。 すごい大人数対教授の授業を受けると思うんですけどなんかそういうコミュニティじゃなくてなんか小中高でできたようなコミュニティが IU でも作れるのでそういった意味ではクラスとという部分に助けられたところは多々あります大学中にえっと起業できるかとかまだそういう展望はないんですけども。 ゆくゆくは就職なりして、その後に独立するだったりとかっていうあのゆくゆくはっていう方針で企業を考えています。あゆ入ってみて、あの企業したいなっていうのは強くなりましたね。<laughs> お気に入りスポットはえっとここです。ここですね。このプレゼンテーションルームが。 あのすごくあの見た目が入ってみてなんか「いうだ」っていう感じが一番して好きですはいそうですねんか楽しいですもう率直に楽しいですはい。